どうもこんにちは、今回はですねこちら、ユニフレームのホールディングガスランタン ULX クリアというものを試してみたいなと思います。僕はですねガスランタンというものを実はすでに持ってます。何回もねご紹介してるんですが外の ST260 というのを使ってるんですけども、これね2つ目のガスランタンになります。なぜこれをね選んだかと言いますと、まあ単純にですね試してみたかったというのもあるんですが、こちらですよね、 240W 相当の明るさということで、まあ、かなり明るいんじゃないかなという期待を込めてですね、今回はこちらを選んでみました。やっぱりねガスランタンなので、テント内では一酸化炭素中毒の危険がありますのでご使用になれませんと書いてあります。なのでテント内でね使いたいという場合なんかは、換気をかなりしっかりする必要があります。で、先ほどね 240W 相当というお話をしたんですが、これはですねあくまでプレミアムガス、いわゆるパワーガスっていうんですかね、ちょっと高いやつですよね。ああいうやつを使った場合に、240W 相当ということで、通常のですねレギュラーガスの場合は210W 相当ということになっています。こちらを見ていただくとですね最大ガス消費量が、周辺温度が20度の場合に1時間あたりですね 70g のガスを消費するというふうに書いてあります。あとはそうだな、このパワーブースターっていうのがありまして、パワーブースターが入ってるから、寒い季節の使用でもパワーダウンを防止しますとありますね。ただこれに関しては実際使ってみないとわからないというところがあるので、ちょっと今回の動画ではですねその辺の検証ができないんですけども、まあまあまあ頑張ってくれるんでしょうきっと。はい、それではですねガスランタン、今まで持ってたのが、こちらの外の ST260 です。で今回購入したのはこちらのユニフレームホールディングガスランタンというやつなんですが、こうしてみるとですね大きさがこのね外のものに関してはこう横幅がね結構大きいです。対して、ユニフレームのものは、まあ、かなりコンパクトにはなってますよね。ただ縦にでかいと。で先ほどお話ししたですねこのランタンを選んだ理由の一つ、明るさです。明るさに関してはですね、こちらが、レギュラーガスで 210W 相当で、こちらのですね外の ST260 に関しては、レギュラーガスで 80W 相当ということになってます。ということはですねこちらは3倍ぐらいの明るさがあるということになります。で燃焼時間に関してはですねこちらが約5時間でこちらが約 4.5 時間ということで、その辺に関してはねあんまり違いがないのかなと思います。まあ、その30分の違いがですね、まあ、でっかいっちゃでっかいかもしれないですけれども、まあ実際ね予備のガスとかは持っていくと思うのでそこまで気にしなくてもいいのかなと思います。今回購入したこのホールディングガスランタンには、マントルが1個ついてます。でマントルの付け方としてはですね緑になっている部分と、ピンクになっている部分があるんですけども、単純にですね穴が大きい方が下に来ます。で、これもね忘れてはいけないところなんですが、一番上の部分ですよね、上の部分もですね差し込まないと、綺麗な明るさにならないので、ここは注意かなと思います。はい、それではですね夜になったのでランタンつけていこうと思います。こちらがですね今回購入したユニフレームのガスランタン、こちらが外の ST260 となっています。こちらが ST260 で、こちらがですね今回のユニフレームのランタン、どうだろう、明るさはですね確かにこっちの方が明るいんですけど、ユニフレームの方が明るいです。ただ、まあ、マントルの大きさがねユニフレームの方が大きいので、ただそれだけの違いな気がしないでもないですね。
これが外の、ST260。 ST260 だとこれぐらいの明るさです。で、対してですね、ユニフレームのガスランタンがこの明るさです。どうなんだろう。まあこんな感じなのかな。まあこんな感じなのかなっていうのが率直な意見ですね。まあ明るいんだけどな、明るいんだけど、なんか3倍の明るさがあるかって言われると、うーんって感じですね。まあこうやって映像で見るだけでもですね、おそらくこっちの方が明るいんだろうなと、だいぶ違いが出ると思ってたんですけども、あまりどうですかね、違いって感じないような気がしますよね。なんか微妙な感じだな。まあ明るさ的にはですね、ちょっと期待外れかなって感じはするんですが、今回これを選んだ理由ですね、それがこうやってね、持ち運びができるってことでした。持ち運びというか、高い位置から照らせるっていうのがこのランタンのメリットじゃないかなと思います。対してこちらはですね、まあ移動できるはできるんだけど、どうしてもですね、テーブルとかが必要になってくるので、吊り下げるっていうことが、ちょっと不可能でした。こちらはこうやってね、持ち手がついてますんで、まあ引っ掛けることも一応可能になってます。ただこの上ですよね、上がまあ結構あったかいんですよ。電気ストーブぐらいのあったかさって言えばいいかな。こっちはもうね、あのこの上でお湯が沸かせるぐらいなんで、めちゃめちゃ暑いんですよ。手をずっと上に置いとくのが難しいぐらいの暑さなんですが、こちらはですね、しばらく置いといても全く問題ないです。ほんとストーブぐらいのあったかさと思ってもいいかも。なんですが、まあ、こちらの注意点としてはですね、説明書きに、この上ですよね、この上の1メートル以内には燃えやすいものを置かないでくださいとありました。こうやってテーブルの上に置いてみました。よくあるアルミテーブルですよね、折りたたみのやつなんですが、ここに置いた場合にやっぱりね、こっちだとちょっと低いですよね。ただこちらだと結構ね、斜め上から照らしてくれる感じなので、まあ、何かしら夜にね、明るさが必要な作業をしたい時に、うん、やっぱりこっちはいいなという感じがします。で、値段としてはですね、こちらが 12,500円ぐらいだったのかな。で、こちらは7000円以下、6000いくらだったと思います。ただこっちの方がね、倍高いんですけど、そうだな、取り扱いのしやすさとかそういったことを考えると、高いお金を出す価値は十分あると思います。やっぱりさっき言ったように、こうやってね、吊り下げたりもできますからね、そういう面でもこれはいいんじゃないかなと思います。こっちはね、どうしてもすごくいいもんなんですけど、いいもんなんだけど、メインをね、一つだけ欲しいという場合はこっちを選んだ方が、まあ、ちょっと高いですけどいいのかなと思います。ランタンってですね、あの液体の燃料を使うやつと、あと LED と、あとはガスって感じなんですけども、僕はですね、あの OD 缶を全然もう使わなくなって、全ての燃料をですね、 CB 缶に統一してるので、ランタンもですね、こうやってガスで統一した方が、まあ、自分としてはね、すごく使いやすいなと思ってます。なので僕のね、スタイルとしてもう液体のランタンってのはあまり考えてなくて、基本的にガスランタンばっかり使うようになるのかなと思ってます。 ST260 がテーブルにあって、ユニフレームのランタン、それが足元にあるとこんな感じになります。今度は逆にしました。ユニフレームのランタンがテーブルの上にあって、ST260 が足元にあるバージョン。ま、明るさがね、明るさが問題なんだよな。明るくないわけじゃないんですけどね、全然。なんだけど、もうちょっと明るさが欲しいかなって気はしますけどね、このユニフレームのランタンに関しては。で、あともう一つですね、このランタンを選んだまあ理由としてはですね、どうしてもあの僕ソロキャンプもやるんですけども、家族キャンプっていうのもやります。で、こっちはね、家族向けだと思う。ソロ、あんまりソロ向けって感じはしないんですよね。ソロだったらこっちで、まあ、大きさも十分だし、明るさも十分だし、まあ、使い勝手も十分だと思います。ちっちゃいテーブルの上で、まあ、ライトつけながらこうなんかしたりとかっていう意味ではですね、こっちの方がまあいいのかなって感じはします。先ほど言った通りですね、うちは家族キャンプもやりますんで、
これがね、吊るせるってことがね、ほんと大きいんですよ。吊るせることによって、ライトの置き場所っていうのがね、結構自由自在になるんで、まあ当然持ち運びもできるっていうのがね、さらにいいポイントだったりします。あとこちらのですね、ユニフレームのガスランタン、まあ特徴の一つとしてですね、このホヤが収納できるっていうのがあります。ガスを抜いてですね、こうやって収納できてしまう。これがね、やっぱ特徴の一つかなと思います。この状態でね、持ち運びとかするとすごくでっかいんですけども、まあそれがね、コンパクトにこうやって収まるので、ちょっと持ち運ぶときも安心なのかなって感じがしますね。これが固定できればいいんだけど、固定はできないのかな？うん、固定はできないようになってますね。これでロックかかるともっといいんだけどな。それではですね、このランタンの簡単なまとめをしてみたいなと思います。まあ、ぶっちゃけですね、ST260、すごくいいランタンだと思ってます。それを上回るですね、メインランタンとして購入したつもりだったんですが、見ていただいてわかる通りですね、240W の明るさ、これはね、ちょっとないと思う。もしかするとですね、マントルを変えたりすれば、まあちょっと違うのかもしれないんですが、元からついてるもの、純正のものを使ってどうかというところでは、正直ですね、満足のいく明るさ、思っていた明るさではありませんでした。とはいえですね、動画内でお話ししました通り、吊り下げることが可能、ある程度折りたたんでの持ち運びも可能となってますので、実際のキャンプでですね、メインランタンとして十分使えるものではあると思います。まあそういうことも考えてですね、ST260 と比べて、値段が倍しますんで、まあこれが高いか安いかはですね、使う人の心の持ち方次第かなという感じがします。まあ正直ですね、実際に使ってみるまでは、動画撮るの楽しみだったんですよ。すごく明るいランタンですよ、みたいな感じでやりたかったんですが、そうもいかなかったので、まあこれはしょうがないですね。まあいろんなものをね、買っていく中で、こういうこともあるさということで、今回はですね、ユニフレームのホールディングランタンの動画でした。それでは。